こんばんは、シークエンスパパ友でございます。今回はあまりにも痛ましい大阪で起こりました幼児虐待事件、この事件につきまして魂の立場からお伝えできることがあればと思い、警視庁未解決事件シリーズの間ではございますけれども、急遽こちらにお聞かせさせていただきました。よく子供は親を選んで生まれてくるなどということを言う人がいる。私の動画や私の YouTube ライブをご覧の皆様方は、母親の体内にいるうちは魂というものは宿っていない、母親から生まれた瞬間、天から授かった魂、それが子供に宿り、重なるようにして輪廻転生の魂が宿る、そのようにお伝えしていることはご理解していただけているものだというふうに思った上での今回の動画配信でございます。まずこの事件の核心は、幼児を虐待し、それを命を奪う行為をした男の方ではございません。詰まるところ、性行為に及び自らの体の中に子供を宿し、その子供を産み、自分の満足を得るためだけに産みようとした母親に全ての責任があると、私は魂の訴えの中からお伝えいたします。この母親は自ら孤独や寂しさを埋めるために子供を宿し、自らの満足を得るためだけに子供を育て、そしてこれもまた私がいつもお伝えしておりますけれども、闇の渦巻く、いわゆる出会い系サイト、そういったもので知り合った自分にとって都合のいい男性、都合のいい男を見つけ、自分の欲求を満たすために不要になってしまった子供を、まるでゴミ箱に捨てるように葬り去ってしまおうとした。それについて怯えることもなく、その子供に手をかけていた男、まさに悪魔が自らの欲望を満たすために産み落とした子供に、
悪魔の魂を待ち望んでいた男が来てしまった。その結果起こった惨劇というものはあまりにもここでお伝えするには本当に悲しすぎる現実、それにつきましてはここで発言することは控えさせていただきますけれども、人の魂というのは本来幸せになるために宿らなければならない。しかしながら産み落とされてしまった以上、魂を抜け殻にしてしまうということは絶対にない。残念ながら命を奪われたお子さんは重なる魂もその運命を背負った魂が重なってしまう。あまりにも痛ましい、あまりにも恐ろしい輪廻、そして繰り返される惨劇、これは動物として子供を宿し産むということ、それが可能な母親となる女性の体なくしてはできなかった惨劇です。なぜ止められなかったんだろう。なぜ周りは気づいていたのに、そういった発言ばかりが目立ちます。発言をするのはたやすいことです。しかしながら母親がいる、その母親からその子を仮にさらうような形で保護をしたところで、残念ながら罪に問われるのは保護をした側です。まさに人の作る正義の中で、正義によって守られてしまった悪魔の技、そんな事件がこの事件の真相なのですけれど、亡くなったお子様の声を聞くにはあまりにも痛ましい。皆様が想像をなさる通りの言葉しか返ってまいりません。そしてこの事件で一番恐ろしいのは母親がまた その悪行の全ての責任のある母親が実行ではないということなんですね。子供は覚悟をしていました。もうこの恐ろしさと悲しさから逃げたかった。できることなら全てを終わらせたかった。今
しみの真っ只中にある魂からひとときの穏やかさを求めて、極楽浄土への道を歩んでおりますが、きっと現れて何もかも恐ろしく怖く悲しく苦しくて辛かった気持ちというものをみじんも残さずに洗って、一日も早く本当に愛に満ちた母親の生む魂に重なることだけを願う、それしかできません。私がお伝えできることは、この事件、この惨劇は全て母親が悪魔の仕業、悪魔の魂を持ったまま子供を産んでしまったということでございます。恐ろしいことではございますが、命の尊さというものも分からずに、自らの快楽の道具として子供を産むことができるのも女のなせる技です。どうか皆様、そのことだけを十分にご理解ください。もちろん女にその魂を売り渡し、子供の魂を底まで突き落としてしまった男、この男にも悪魔の魂は宿っておりますが、もしかしたらあまりにも醜い、あまりにも鬼畜の限りを尽くそうとする母親からその魂を極楽浄土へ導いたのも男だったかもしれないというお伝えでございます。これは私が見えるままをお伝えしたお話でございます。決して男を擁護するつもりはございませんけれども、見えるままを伝えさせていただきます。